<laughs> この村西監督とは4月に予定してたんですけど、まあ、コロナ禍になりましてそれが8月になってで12月とで4月の一発目は春田桜田、えー、貝の笛そうですこれがタイトルでしたで2回目は夏田水着田お楽しみ袋。<laughs> これが2回目、でございまき今日の3回目は冬田芝走だ、芝袋,袋どちらでもいいんですけど <laughs> 村西監督ということでございまして今やはり、えー、こういうちょっと、ね、あのうつうつとした世の中でございますから監督の持っている生命力。 えー、そしてこの監督の持っているですねこのエネルギーというものを皆様方に発信をして、えー、言及を取り戻していただきたいと思って、えー、村西監督に今日ご登場いただいたというわけでございます監督どうぞ今日はよろしくお願いをいたしますお待たせいたしましたお待たせしすぎたかもしれません昭和最後のエルゴ都市村西徹でございますナイスですね極太 でございます、まあ、今回、鶴太郎さんの方からお声をかけていただきまして、ですね、えー、もう鶴太郎さんはご案内のように、NHK の方でねもうね素晴らしい節はるかど私は全く NHK の方にご縁がないんです <laughs> あの、臨時ニュースでテロップで、ね、流れたことあるんですけど、<laughs> もうそれ以外に全くご縁がないんですけれど、<laughs> ただこういう機会でございますからね皆様の命の選択といいましょうか、このコロナ禍の中でもあって。 ぜひ一つ私どもと鶴太郎さんのコラボといいましょうかね、まあ、どちらかというと私の場合は絶滅危惧種でございます、ね、生きるコモードドラゴンと言われております、ね、<laughs> そんな感じでございましてぜひこのひとときを皆様にねお楽しみいただければとこのように考えたりしたいる次第でございましてよろしく一つご堪能いただければとこのように考えるし第いでございますナイスですね,ね当初はね やっぱり監督が出てこられてそして黒木薫、えー、さんですよで黒木薫さんと私はあのー、SM っぽいのあれが出たときに黒木薫さんと二人きりで楽屋で二人きり見たんですそれをもう私はもうなんかこうどぎもん抜かれてそれでまあ黒木さんとはもちろんその番組でや会ってばっかしなんですけどもその黒木さんが もうあの変貌になんて言うんでしょうかねその村西監督に対して男としてものすごい強い嫉妬を覚えたんですね。なんてこんなことするんだろうで監督に会ったらもう女性はこんな風になってしまうのかもしその時に付き合ってた僕のガールフレンドが監督と会って監督に会う風になったらば俺はどんな気持ちになるんだろうかですから男としてね憧れとともに こう憎しみとライバルというかそういうなんか感情を抱いてましたねそしてなんかある種の、うん、怖さも持ってましたねそんな状況であの80年代はおりましたそして監督といろいろと何度かお会いしてお話していくうちに、まあ、私のがその監督に今日もこのライブでお聞きしたいのはやっぱり監督の持っているそのなぜか 監督はこうして、えー、苦難にそしてまた何度も何度も壁にぶち当たりながらもこう復活できていくのかというそういうあのー、監督の持ってるエネルギーですよねその辺のところ人生の歩み方みたいなものを今日はゆっくり聞いていきたいと思ってるんですけど今やっぱりこうして今72歳でこれだけお元気で。 えー、ご活躍されているというその姿を見て私もその、えー、元気とかエネルギーというものを、あのー、自分なりのエネルギーに変えて、えー、生きていきたいというふうに思ってますまずね私自身の人生をもう一回振り返りますとね二度とね自分はこの人生は歩む自信がありませんね。誠にもってラッキー なんだこの前科7本になって借金50億抱えて、うん、女房といたしてるところを何百万人の皆様にご開帳をしていて何がラッキーな人生だと不思議に思われるかもしれませんけれども私自身はそれがラッキーなんですこんな状況下で今日までここで生きてこれたとこと,こ,ことについて私は自分の人生にとっても感動しております。うん で私はあの鶴太郎さんとの思い出と言いますとねちょうど私があの倒産してしまいましてねどうにも日ッもサッもいかないようなあ毎日を送っておりましてある日あの六本木にね資金繰りで行きましてちょっとほかの一つ拝借できないかという方とお会いして帰り道ちょっと小雨が降ってきたと記憶してるんですが。 で傘もございませんでしたのであの六本木の、ね、ところを一生懸命バーッと走っていたんですよそしたら前にねベンツがバーッと止まったのねいやまずいとねこれまたどっかのね私は大変のご迷惑をおかけしている関係の方がいらっしゃったのかと思って私はドキッといたしましたよそしたらそこから鶴太郎さんがバンッと降りてこられてね「えー、監督 ごぶさしております。お世話になっております頭を下げられたの私はね驚くとともに感動いたしましたねなんというこの方は学び人だろうと思いました。その印象がとても強いんです、まあ、そういう関係性があってね今回鶴太郎さんとまた親しくこういうお仕事をさせていただくことにとって私にとっては名誉ですよね そんな感じでございます。こういうコロナ禍でございますのでね皆さんに一つエネルギーといいましょうか生きる勇気といいましょうかそういうものをご提供できたらと思うんですが私ごときの人間がねそのような人に耐えるかどうかというところもございますけれどもしかしあの先ほど鶴戸さんからご紹介いただきましたように私も72歳でございます72歳でもこのただいま今日パンツを脱いで虎欠丸菱丸菱虎欠ね <laughs> 恥知らずな人生をきて送っているんでございますよ。だこういうのを見てられたらねやっぱり皆さんご案内のようにこう逆境と言いましょうかねもやこれまでコロ,ナコロナ禍の中でもねそう思った時に唯一自分自身が立ち上げる方法というのは一つしかないそれは何かというとあの孫正義さんとかねあの柳井さんの本を読んだってダメなんですよ。自分よりもっと とんでもないようなね人生を生きてる人の様を知ることです私を見てくださいね前回7班アメリカで370年の懲役食らってねもう死刑囚になった方が早いんだからねだって死刑囚は <laughs> すぐ日本に帰ってこらないんだ私は4回死なないと日本に帰ってこらないんですよで女房といたしてるところを皆様にご開帳してるでしょ ね、そんな人間でございますそんな人間でもこうして生きておりますよ皆様いかがでしょうかということであなんだと、ね、まだまだ俺もその辺の木にねロープをあのくくりつけてね、えー、この世からおさらばしようかと思ったけどまだまだ俺の方がマシだとこういう存在として私のことを、ね、知ってだければよしまだ頑張ってみようとそんなお気持ちになっていだけるんじゃないかとか唯一自分より とんでもないまだろくでなしの人生を生きてるということでこの全羅監督という私の本の帯にね死んでしまいたい時には下を見ろ俺がいるというフレーズがあるぜひこれをね皆さん日本国民の皆さんにねこれを発信皆様のお力で発ていただければなと思ったりするんですよだから唯一、ね、まだまだ頑張れると思うのは何かちょっと まだ俺なんかよりすとんでもない薄らバカがいるハチシラズがいるろくでなしがいるこういうことを知っていなくそのためにこのステージがあるような気がいたしますけど皆様記者の皆様いかがでございますでしょうかナイスですね、はい、いかがでございましょうかもうお腹いっぱいでございますか <laughs> <え>あの鶴田尾さんといえばあの俺たちがお金属の時にすることをプ、はい、リーフの監督の前にしましたよ、うん はい80年代はいさ今こうしてあの時がたちスーツというあのビシッとした格好でトークショーというクリーンなイベントをはいはいになりましてその辺りやっぱ考え深さとかそういうものってあったりしますないです本来は全裸でやりたいです本来はですよ本来は全裸監督 vs 全裸ヨガこれが副らでございますからこれで本当はやりたかったんですけれどもまあご承知の通りコロナ禍でございます こん中で,ですねまた全裸で出てきて、マスクもしないで、コロナになってごらんなさい、何言われかわかりません。ですから、一応、スーツという建前を羽織って、心は全裸でございます。<laughs> そして、今、ご案内のように、80年代俺たちひょうき族土曜の8時、ファミリーの時間帯でございます。そのファミリーの時間帯にですよ、AV 監督の村西監督を真似して、パン市で表参道を歩いたんですから。 それがちゃんと8時に放送になったというこんな素晴らしい世の中ありましたでしょうかもう一度その時代に戻りたいと思っております。